囚われて、夏は、2013年のアメリカ合衆国のドラマ映画、ジェイソン・ライトマン監督、脚本。原作は、ジョイス・メイナードの小説、レイバーデーである。プレミア上映は2013年8月29日に、テルライド映画祭で行われた。アメリカ合衆国では2013年12月25日に、限定公開された後、2014年1月31日に、 拡大される。1987年のレイバーデーの週末。夫に去られた心の傷を抱えているシングルマザーのアデルは13歳の息子のヘンリーと共に買い物に出かけたところ、逃亡犯の男と出会い、かくまうこととなる。カッコ内は日本語吹き替え2009年にジェイソン・ライトマンが監督することが報じられた。2011年6月16日。 ウィンスレットとブローリンがアデル役とフランク役で契約したことが発表された。制作はパラマウント映画とインディアンペイントブラッシュが共同で行う。主要撮影は2012年6月13日にマサチューセッツ州で開始された。ロケ地はサットンマサチューセッツ、シェルバーン、アクトン、マンスフィールド、ネイティック、メドーフィールド、メドウェイなどである。 2013年7月23日、ウィンスレット、ブローリン、グリフィスの写真が初公開された。2013年11月9日時点で、ロッテントマトズの集計によると、27件のレビューで、支持率は63%である。メタクレティックでは7件のレビューで、過重平均値は66、100である。本作は、ケイト・ウィンスレットの演技こそ賞賛されているものの、 作品の総合的な評価は賛否両論となっている。ニューヨークポストのロールメニックは本作とパーフェクトワールドとの間に類似性があることを指摘しつつ高く評価した。ありがとうございます。